皆さんこんにちは、星の子です。今日はスーパーで買ったものと買った日からの我が家のご飯を紹介したいと思います。それでは早速スタート。はい、ということでスーパーから帰ってきました。今日は久しぶりに行ったので、このエコバッグ2つにたっぷり食材を入れてます。今日はだいたい9000円分ぐらいのお買い物をしてきました。まず朝ごはん用のグラノーラ、これ初めて食べるんですけど美味しそうだなと思って買いました。あと朝ごはん用に食パンで、朝ごはん用のクリームチーズ。なんかだいたい買うときは、あ、このパンを食べるときはどういう風に食べたいかなって考えながら、足りないものがあったら買い足していくっていう感じでいつも買ってます。あとは納豆でしょ、生クリーム、あとはウタの好きなヨーグルト、これ美味しいんですよね。イタリアンパスタ、グリーンハーブっていうやつ、これもパスタに使いたくて買いました。キムチ、ゆかりのしそご飯用、これはレタスと和えたくて買いました。あとパスタ用の刻み海苔、ささっと食べれるように冷やし中華。ブラックオリーブ、これもパスタ用で、大好きな蜂蜜の梅干し、これはナツメグ、これは追加で買いました。で、今日はカレー作るのでカレーのルーで、あとガラムマサラ粉末のやつで、合わせ味噌も買いました。朝ごはん用のハム、あとローズマリー、これは鶏肉焼くときに使うかなと思って買いました。すぐ使う予定の調味料とか、こういうオリーブとかふりかけとかもここに入れてます。あとは他のお肉と野菜、きゅうり、ズッキーニ、大葉、あとオクラ、あと人参、もやしは今日スープに使います。で、トマトで、じゃがいもとズッキーニは今日の夜ご飯、ドライカレーにちょっと添えようかな。あとレンコンバーグを作りたかったので買いました。あとは大好きなマッシュルーム、あとレタスも今日の夜使っちゃいます。このアボカドもパスタ用です。あとは合いびき肉、豚バラ、タラで、あと鶏むね肉、鶏むね3日ぐらい消費期限持つので明日明後日食べるようで、タラは明日食べなきゃいけないので明日のお昼とかかな。賞味期限とかはいつも逆算して気にしながら買ってます。これはクイーンポークのひき肉です。今日の夜ご飯でこれはドライカレーにしちゃいます。あとね、タコ、セガシーちゃんがハマってて私もハマっちゃいました。で、あと砂肝スライスで、ウータンの好きなシラス、カルシウムが取れるので毎回シラスは買う。で、今日の夜ご飯もナスが余ってるので、ナスを使ったドライカレーを簡単に作って、あとレタスのなんかサラダと、もやしとわかめと卵のコンソメスープ、ジャーッと作っていきたいと思います。手で適当にちぎります。これで洗います。もやしをスープの中に入れます。コストコで買ったわかめ、今は切るものバーッと切って、ナスとジャガイモはささっとちょっと水でつけてアク抜きします。オリーブオイル、ニンニク、オリーブオイルに火が通る前にニンニクを入れて香り付けする。今日は豚ひき肉を使います。間違えて甘口買ったと思ったら辛口買ってしまったので、ウータンが食べれないので、ちょっとウータン用にちょっと違う味付けにするので別で取っておきます。最悪だ。入れます。
して焦げないように弱火で10分ぐらい煮ていきます。はい、こんな感じでカレーは完成しました。で、ウータンのは和風あんかけにしました。ではオリーブオイルをかけて、塩、胡椒、これはカインズの購入品で紹介した鉄板です。油跳ね防止の蓋もついててすごい便利です。で、これを魚焼きグリルで焼いていきます。で、レタスはごま油、このゆかりで味付けをします。これがね、さっぱりしてて美味しいんですよ。今回はレタスだけでやったんですけど、きゅうりとか玉ねぎスライスして入れても美味しいです。最高です。はい、できました。ドライカレーとレタスのゆかりあえとスープです。あ、いただきます。いただきます。昨日余ったスープ、片栗粉振りかけます。勢いよくやりすぎるとこうなる。今日の朝ごはん、昨日の残りのスープとタラ、あ、醤油かけるの忘れてた。で、昨日の残りのサラダとちょっと色が寂しかったのでトマト添えました。あと納豆。ささっと朝ごはんです。はい、2日目のお昼ごはんを作ります。昨日スーパーで買ってきたイタリアンパスタ、グリーンハーブ、これでね、パスタを簡単に作っていきたいと思います。このニトリで買ったパスタ茹でるやつに入れて電子レンジでチンします。アボカド、ブラックオリーブ、これも入れます。じゃーん、ここに、はい、オリーブオイルを、オリーブオイル入れたらこれを入れて和えます。ちょっと醤油を、塩でも味付けしよう。はい、いただきます。はい、2日目の夜ご飯、人参と余った玉ねぎの味噌汁、レンコンバーグとタコとキュウリのなんか一品と、このピーマンね、早く食べなきゃいけないからこのピーマンで一品作ります。人参とか玉ねぎとかは味噌汁にねするとね、ウータンもお野菜たくさん食べやすいので具沢山で作ります。明日の朝は味噌汁を食べる予定ないので夜の分だけ作ります。いつもは結構多めに作って次の日の朝に食べることも多いです。味噌汁は繊維に沿って切っていきます。その方が味噌汁にする時とかスープにする時は栄養が逃げにくいです。ピーマンはなんかいつもツナとかそういった缶詰と和えることが多いですね。ちょっといろいろ缶詰があるので缶詰となんか和えた一品を作ろうかな。ピーマンはね、ビタミン C が豊富です。疲労回復にもなるので、ちょっと夏バテ気味の方はビタミン C をたくさん摂取してみてください。はい、 OK。 耐熱ボウルに入れて、よし、今日はちょっとサバ缶があったのでサバ缶を入れよう。この水分はちょっと味噌汁に入れちゃおう。で、残りはここにダーンと入れちゃう。この水分こそ栄養がたっぷり広がっているので半分こっちに入れて半分を味噌汁に入れました。ラップをふんわりして電子レンジで約3分加熱します。今日はレンコンバーグを作るので、レンコンもアクがあるのでね、水にさらしてアクを抜いていきます。本当は酢があれば酢水がいいと思います。次はきゅうりとタコの和え物、
ちょっと塩で揉んで水分を出しておきましょうか。シソも入れます。くるくるっと巻いて、タコは食べやすい大きさに切っていきます。お、いい感じ。マヨネーズとポン酢で和えよう。シンプルに鯖の水煮の水分もあるのでちょっとね多めに入れて味付けしましょう。ちょっとだけ胡椒入れよう。ちょっとならまだも大丈夫だからね。 OK で、レンコンバーグのちょっと合わせ調味料を作ります。お酒を大さじ 1.5 ぐらいでいいかも。みりん大さじ1と半分、醤油も大さじ1と半分、全部大さじ1と半分で、砂糖は我が家は天才糖を使ってます。小さじ1杯とちょっとで混ぜておきます。ごま油を少しだけ、白だし、ちょっとだけ醤油。本当はね、柚子胡椒入れて食べるのが好きなんだけど、ブータンが柚子胡椒食べれないので、これでささっと和えて完成です。で、レンコンはね、ちょっとだけこのまま焼きたいので、これとみじん切りにするものを分けておきます。合いびき肉を入れます。パン粉。塩コショウ、粘り気が出るまで混ぜるのがコツです。でテレビでねやってた昔、なんかやっぱいろんな料理番組見るといろんなこう作り方のコツとかを学べるので、料理これからしたいって方とかは料理番組とかたくさんね見るといいと思いますよ。はい、だけ水分油を吸っといて、あとは合わせ調味料を入れます。全体に味が染み込んだら完成です。クリームチーズと蜂蜜を混ぜておきます。お昼ご飯、じゃあ冷やし中華。はい、3日目の夜は玉ねぎとマッシュルームのスープを作ってます。で、今鶏胸肉を今ローズマリーとオイルで浸して30分ぐらい経ってます。あと私の大好きな砂肝とブロッコリーで一品作ります。我が家では結構作る。人参とツナで電子レンジでチンして後で味付けるだけなんですけど、副菜が一品足りないなっていう時とか本当によく作るんですよね。これこのまま電子レンジでチンします。コストコで買ってる冷凍のブロッコリーを電子レンジで6分ぐらい加熱したので、ちょっと水気を切ってつなぎもと炒めます。またまた登場、カインズで買ったグリルのトレー。ここに鶏むね肉を入れて、じゃがいも、これで塩コショウを混ぜします。魚焼きグリルで焼いていきます。よいしょ。ただつなぎもとブロッコリーを焼いていきましょう。
ちょっとね、このドレッシングを使い切りたいので、ドレッシングを少し入れてさっぱり系にしよう。